ツアーバスとは、日本において、旅行代理店が、貸し切りバスを借り上げて再興する、人員の移動のみを目的とする、募集型企画旅行商品、またはその目的で用いられる貸し切りバスをいう。国土交通省による定義では、高速道路を経由する、日展間の移動のみを主たる目的とする、募集型企画旅行として運行される貸し切りバスを、高速ツアーバスとしていた。 この項目においては、貸切バスを用いた募集型企画旅行商品のうち、旅行参加者の移動のみを提供する、高速ツアーバス、または都市間ツアーバスと呼ばれる商品について記述する。貸切バスで移動しながら、観光地への入場や食事、買い物、宿泊等を伴うパッケージツアーとしての、バスツアーや、バス以外の交通機関を経路の一部に組み込んだ。 旅行商品については原則として取り扱わない。バスのドア付近に貼られたツアー主催者と運行会社名の表示道路運送法に基づき、乗り合いバス事業者が運行する長距離路線バスとは異なり、旅行業法に基づき旅行代理店等の主催者が、貸し切りバス事業者が運行する観光バスを借り上げて、募集型企画旅行の形態で、旅行参加者を募集する形態を取る。 道路運送法第21条では貸切バス事業者が乗り合い旅客運送を行えるのは災害時など特別な場合に限られることを定めている。このためツアーバスにおいては代金はあくまでも運賃ではなく旅行代金として収受され貸切バス事業者自らが旅行代理店として募集型企画旅行の主催者となる場合以外は参加者が バス事業者に代金を直接支払うことはなく、主催する旅行代理店の営業窓口、または集合場所等に駐在する証明書を携帯した旅行代理店の外務員に支払うことになる。貸し切りバスで観光地などをめぐる一般的な団体旅行と大きく異なる点として、貸し切りバス事業者の職員である車掌、バスガイドや旅行代理店の職員である添乗員は同乗しない。 出発から到着までの間は運送員以外の駅務提供は行われない。食事の提供、観光施設の入場料や宿泊、休憩にかかる料金は旅行代金に含まれない。2000年のバス事業に関する規制緩和により急速に普及し数多く運行されていたのが、高速ツアーバスあるいは都市間、ツアーバスと称される特定の都市間を高速道路経由の夜行便で結ぶ。 携帯のものである。利用者側から見た移動手段としては、高速路線バスとツアーバスでは、車両の内装や価格帯に大きな差異が見られないため、一般消費者には違いがわかりにくく、その区別を意識せず利用しがちであった。また旅行サイトやバス予約サイト、マスメディアなどでも高速路線バスとツアーバスを一括りにして扱い、ツアーバスを含めて、 高速バスと紹介する例が多数見られた。一例として、楽天トラベルでは高速路線バスと高速ツアーバスを総合して、高速バス予約と表記して、予約を受け付けていた。また、日経トレンディ2011年9月号の掲載記事、出張も旅行も、安くて贅沢が常識超豪華高速バスの正体を探る。では、高速路線バスである、 広島南バスの津軽号とともに、海部観光やイルカ交通のツアーバスも含めて、高速バスとして扱う事例などが見られた。しかし、高速ツアーバスは、道路運送法に基づき認可を受けた乗り合いバスでは、ないため、料金や定時運行、運転手の連続乗務時間と交代回数、車両運用などに、法的な規定が及ばないことをはじめ、バスターミナルやバス停留所を使えないため、 大型バス対応の駐車場を使用するか、路上駐車となる、出先で、点検整備を行う車庫がない場合が多い、高速道路の通行料金区分が異なるなど、実際には異なる部分が多数存在した。この形態による、都市間、ツアーバスについては、参入事業者や設定コースの増大につれ、既存の乗り合いバス制度との法的整合性を、中心に、金ね,ね議論の的になっていた。 国土交通省が2012年4月に高速ツアーバスと高速乗り合いバスを一本化する方針を示した直後、2012年4月29日に群馬県で関越自動車道高速バス居眠り運転事故が発生し、この事故の原因が高速夜行ツアーバスでの運転手の可能によるものとされたことから、高速ツアーバス規制と乗り合いバスへの一本化への動きが急速に進んだ。 2013年7月31日夜から新高速乗り合いバス制度が施行され、2013年7月末をもって募集型企画旅行としての高速ツアーバスを運行することはできなくなった。この制度改革によりツアーバスを運行していた大手業者は体制を整備し、2013年8月から乗り合いバス事業の認可を得て新高速乗り合いバスに転換したが、 実際には企画、再興していた旅行会社自ら乗り合いバス事業の許可を得て、バスを保有し運行するのではなく、委託先の貸切バス事業者に乗り合いバス事業の許可を取得させるか、合弁で運行を行う、乗り合いバス事業者を設立した上で、企画、再興していた旅行会社は、委託先事業者が運行する、路線バスとなった座席を引き続き販売し、 乗車時の案内を行う形態に移行したケースがほとんどであった。また一方で、新高速乗り合いバスに転換する体力のない、中小業者のほとんどは、ツアーバスからの撤退を余儀なくされた。この節においては、貸し切り免許による乗り合い運送の特別許可から、募集型企画旅行商品としてのツアーバスに至る一連の歴史について扱う。 旅行商品の携帯によるバスでの旅客輸送としては、お盆や年末年始を中心に帰省車を主な利用対象として、大都市と地方都市の間で運行されていた帰省バスと称するものがある。帰省バスの起源は1960年代に遡る。大阪府に本拠を置く中央交通が1961年に日本初の帰省バスの運行を開始したと自称している。 総鉄バスでも1963年の規制バスの風景が紹介されている。西鉄バスでも1962年12月28日に福岡大阪間で規制バスの運行を開始したとしている。中には名古屋鹿児島間や大阪鹿児島間のように24時間以上かけて運行するバスもあり、近畿日本鉄道が運行していたする大阪。 鹿児島間は二十六時間を要し、名古屋近鉄バスが運行していた名古屋鹿児島間は、所要時間の表記がないが、名神高速道路が開通していた、当時の状況から二十九時間程度を要していたと、見られる。当時の規制バスは、主に都市部の大手私鉄のバス部門や、私鉄系バス事業者が、グループ内の旅行代理店を通じて企画し、運行されることが多く、自社の路線バスや、 鉄道施設、鉄道車両内などで広告していた。当時は、東名高速道路、名神高速道路以外の高速道路はまだ開通しておらず、ほとんどは一般国道での運行で所要時間もかかったが、座席が必ず確保されることもあって人気は高かった。これら規制バスの多くは、1980年代以降には高速バスの需要調査も兼ねることにつながり、 岩見銀3号など多客機の規制バスの実績から定期運行に発展した例も多い。一例として、1980年の年末から新宿飯田間で規制バスを運行していた新南交通が挙げられる。本期、年末年始には四大連行で運行するなど、校長で、後の中央高速バス以な飯田線の運行開始につながった。 一時は倒産寸前とまで言われた同社が単年度黒字になるまで押し上げる要因となった恒例である。現在は高速乗り合いバス網の発達、高速ツアーバスの普及、法改正などにより、募集型企画旅行商品として、季節的に臨時再行される程度である。また、既存の路線免許を組み合わせるなどして、路線認可を得た上で、 期間限定の高速路線バスとして運行する例もあり、一例として、西鉄高速バス、大分バスの日報海岸黒潮号、中国 JR バス、傍聴交通の宇部、山口、広島東京線などが挙げられる。冬季スキーシーズンのスキー客の送迎を目的に、大都市とスキー場との間で、スキーバスが多数運行された。新潟県の岩原スキー場によれば、 最初の夜行日帰り、スキーバスは1961年に運行されたとしており、西鉄バスでも1963年12月にはスキーバスの運行を開始したとしている。スキー場のロープウェイ、リフトや宿泊券等のバウチャーと一体化した旅行商品として再行された。その後はバブル崩壊に伴うスキーブームの終焉により、再行が減少した。 2013年2014年の冬季まで西武トラベルが主催していた苗場バライナーの例を挙げると同ツアーはスキーシーズンの毎週末に最小最高人数1名で西武観光バスの貸切バスを使用し品川プリンスホテルサンシャインシティプリンスホテル等と苗場バプリンスホテル間の移動手段のみを主に提供していた私鉄系旅行代理店による企画 私鉄系路線バス事業者の貸切部門による運行、集合、解散場所は関係会社の敷地という点を除くと都市間高速ツアーバスに近い最高運行形態であった。2014年12月からは苗場ホワイトスノーシャトルとして季節運行の高速乗り合いバスに転換し、伊豆箱根バスと西部観光バスによる運行となった。 スキーバスに類似する最高形態として登山バスがある。爽やか新集合は登山バスが高速乗り合いバスへ転換した例である。1980年代初頭、北海道は内市の北斗観光が路線申請するほどの数は見込めないが、確実に需要の存在する札幌とは家内を結ぶ、会員性バスの運行を開始したのが始まりである。実際の運行は、 銀霊バスと道北観光バスが担当した。路線バスの場合は乗客がいなくても運行する義務があり、いわゆる空気輸送となってしまうこともあるため、このような運行形態が取られた。1984年1月には道内の貸切バス活性化の一環として、北海道運輸局が会員制バスの運行を充実する方針を明らかにしたことから、札幌から 北海道内の各地を結ぶ簡易性バスが多数設定された。しかし、路線バスの免許秩序が乱れるという理由で疑問を呈されていた。この状況下で、同1984年5月に北斗観光と銀霊バスが札幌とルモイを結ぶ簡易性バスの運行を開始し、これに対して北海道中央バスが北海道運輸局に対して、 北斗観光のルモイ線の運行を廃止させるように要請した。しかし北斗観光では違法ではなく需要もあると反発した。最終的に北海道運輸局は1984年12月、簡易制定期バスに対しては当時の道路運送法24条の2を適用することで決着した。これにより、それまで会員性定期バスを運行していたバス事業者に加え、 沿岸バスが道路運送法24条の2に基づいて運行を申請した。これを受けて運輸省では1986年6月10日に通達一般貸し切り旅客自動車運送事業者による乗り合い旅客運送の許可についてを示し運行区間が乗り合いバス事業者の路線と全部または一部で重複し取扱い旅客につき競合関係が生ずる場合 などの条件に該当する場合、道路運送法24条の2の適用を指導することとなった。1983年4月15日に東京ディズニーランドが開業。1990年に日本交通公社が名古屋 TDL 間でツアーバスパンプキンエクスプレスを定期再行した。このツアーは TDL の団体パスポートと組み合わせた。 旅行商品として設定された。これ以降、各旅行会社により、全国各地から TDL に向かうバスツアーが登場したが、パンプキンエクスプレスを含め、オーロは1日目の夜に出発して2日目の朝に TDL へ到着、現地解散して、以後は自由行動、袋は2日目の夜に集合し3日目の朝に到着するのが、一般的で TDL で丸1日遊べて、 往復のバス車中で宿泊となり、宿泊費がかからないことから、学生や若者に人気を博した。2000年には、道路運送法及び、タクシー業務的成果臨時措置法の一部を改正する、法律が交付され、2002年2月1日に施行された。これは、乗り合いバスタクシーの受給調整を廃止するとともに、道路運送法の目的から、 道路運送に関する秩序の確立を除くものであり、バス事業の大幅な規制緩和をもたらすものであった。規制緩和の追い風を受け、ディズニーランドツアーから派生する形で、2001年4月14日に、新宿、横浜、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン間に、近畿日本ツーリストによるツアーバス、ベイドリームライナーが定期再考された。 このツアーでは往復の他に片道参加も可能とし、USJ の他に、京都、新大阪での中途解散も設定、TDL のパスポートや宿泊を負担しないプランも設定するなど、さらに都市間、ツアーバスに近い色彩のものとされた。この、ベイドリームライナーに続き、2001年5月にオリオンツアーが関西バスを再公開し、2001年7月には西日本ツアーズが、 東京大阪間で再行開始した。2005年7月28日、国土交通省自動車交通局はツアーバスに関する当面の対応方針についてと題した通知文書を示した。この通達では旅行業者が募集型企画旅行で行う観光やスキーといった移動以外の目的を伴わない日地転換の移動のみを主たる目的としたツアーバスが 一般乗り合い旅客自動車運送事業類事行為では、内科との疑義に対して、日地転換の移動を目的とした募集型企画旅行であっても、正規の貸切契約に基づく運行については、旅行会社に対して、道路運送法上の責任は問えないとの指針を示した。一方で、旅客数に応じた、運賃収受の場合は、乗り合い運送の無許可営業が考えられる。 事業運営の適正化が望ましいと判断される場合は乗り合い許可申請を指導するとして乗り合い運送の類似行為に一定の歯止めをかける方向性も示された2006年5月の道路運送法改正では第1条に道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進するという文言が 書き加えられた。さらに2006年6月30日付の通達、ツアーバスに関する取扱いについてでは、運送のホッチまたは着地のいずれかが、営業区域内に存在し、運送契約等が確認できれば、経由地における旅客の取扱いは、道路運送法上問題がないとの指針が示され、ツアーバスの運用の弾力化が図られることになった。これにより、 ツアーバスの業態が法的に事実上認知されたような受け止め方をされたという指摘もある。これ以降、旅行会社の主催によるツアーバス再考は急速に増加し、2006年時点でツアーバスを再考する旅行業者はすでに約30社に上っていた。しかしながら、その一方で特に貸切バス事業者へのしわ寄せの面で問題が顕在化するようになったことから、 国土交通省は2006年6月30日付の通達ツアーバスに関する募集型企画旅行の適正化について日本旅行業協会、全国旅行業協会等宛当て通知を発出。旅行業者に対し道路運送法、労働基準法、道路交通法等の関係法令への違反行為の調査、補助となる可能性がある。 貸し切りバス事業者への共用行為を行わないよう指導するとともに乗り合いバスの手配旅行と誤認させるような広告の禁止、旅行契約の締結の際に旅行条件の説明を行うこと、乗車券の代わりとなる契約書書面等の交付を行うこと、旅行代金の収受を貸し切りバス乗務員ではなく、旅行業者等の外務員資格保有者が行うことなどの指導を行った。 しかし、2007年2月28日に、安住屋観光バスのスキーツアーバスで、スイタスキーバス事故が発生、乗員、乗客が死傷した。事故原因が、運転手の過労運転によるものとされたことから、貸切バス事業者に対して様々な指導が行われる、こととなった。2008年には、任意団体、高速ツアーバス連絡協議会が、業界団体として設立された。 しかし、同団体の組織率は、企画最高会社が、観光庁把握の五十二社中3七社、運行受託会社が、国土交通省把握の二百三十五社中三十八社に、とどまった。これらの状況を踏まえ、所管官庁の国土交通省とは別に、総務省行政評価局が二千八年八月から二千十年九月までの、間、貸切バスの安全確保対策等についての、 行政評価、監視を実施した。この行政評価に伴う調査対象は、国土交通省のみならず、厚生労働省、厚生取引委員会、国家公安委員会、事業者や関係団体等と多岐にわたった。この調査の一環として、総務省行政評価局が2009年3月、貸し切りバス事業者4304社と、東京、大阪、 京都の貸切バス駐車場で待機中のバス運転手500人に対してアンケートによる実態調査を実施、事業者の61.1%と運転手の27.2%から回答を得た。その結果、貸切バス事業者と契約先との運送契約内容に関し、回答者の約40%が契約先から安全性を度外視した無理な要求は、 ないとする一方で、同数に近い事業者が無理な要求が常にある、または時々あると回答。また、158社は契約先からの運賃や契約内容に関する無理な要求が原因で事故、違反になったことがあると回答している。加えて、貸し切りバス業界全体で9割以上が国土交通省への届けで運賃を収受できていないと回答。 届けで運賃を下回る契約が常態化することで、貸し切りバス事業者の経営を圧迫している実態が明らかになった。またバス運転手の労働環境については、1日あたりの拘束時間について運転手の60%近くが違反を、経験、1日あたりの休息期間は運転手の3人に1人が日常的に違反。 さらに1日あたりの運転時間は運転手の78.0%が違反しているという実態が明らかになった。さらに運転中の睡魔やヒアリーハット体験はアンケートに回答した運転手の9割が経験しており、その原因について運行スケジュールが厳しく疲労が蓄積、休日や休息の不足による過労運転を上げているという現状が明らかになった。 この結果を踏まえ、総務省行政評価局では、貸し切りバス事業については、多数の法令違反があり、安全運行への悪影響が、懸念があると指摘。2010年9月10日に、国土交通省に対して、以下の4項目の勧告を行った。これを受ける形で、国土交通省では、自動車局が中心となり、学識経験者、高速バス関係者、 ツアーバス関係者らで組織するバス事業のあり方検討会を2010年10月24日に設置。12回の審議を経て2012年3月30日に最終報告書をまとめ、同年4月3日に公表された。報告書では高速ツアーバスについて実態としては高速乗り合いバスと同様の定時、低路線での運行であり、高速乗り合いバスと同じ規制の下で、 乗り合いバスとして運行することが適当と指摘。その上で安全性、利便性を確保する仕組みが整えられている高速乗り合いバスと供給量や価格の柔軟な変更が可能なツアーバスのそれぞれの長所を活かし柔軟な供給量調整や価格設定等が可能な新たな高速乗り合いバス規制を導入することとし、高速ツアーバス事業者に対して新たな 高速乗り合いバスへ移行させ、新たな高速乗り合いバス規制の下での一本化を図るべきとまとめている。上記の国土交通省による高速バス事業一本化についての報告書が公表されてからわずか23日後、2012年4月29日に関越自動車道上り線で高速ツアーバス運転手の過労運転が原因とされる。 関越自動車道高速バス居眠り運転事故が発生、多数の死傷者を出した。この事故を受け、国土交通省自動車局は2012年5月29日、安全政策課内に高速ツアーバス等の過労運転防止のための検討会を設置。専門家を交えた検討を行い、パブリックコメントの実施を経て、2012年7月18日に、 国土交通省通達、旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び、運用についてを、改定、交代運転者の配置基準を、実車距離が 400km を超える場合、一人の運転者の乗務時間が10時間を超える場合に、厳格化する措置を定めるとともに、同日から高速ツアーバスを運行する、貸切バス事業者の安全への自主的な取り組みや、国土交通省が実施した、 最近の監査状況の情報公開を開始した。検討会の最終報告書は2013年4月2日に公表された国土交通省観光庁は高速ツアーバスと高速乗り合いバスの誤認を避けるため2012年6月29日に高速バス表示ガイドラインを通達し高速乗り合いバスと高速ツアーバスの別などを明示するよう指導。主に ツアーバス事業者に対してツアーバスであることを明示させた。また、乗り合いバス事業者の中にも高速乗り合いバスであることを明記していない事業者もあった。関越道バス事故を受け、国土交通省は同年7月、高速ツアーバスを運行する貸切バス事業者を対象に緊急重点監査を実施。立ち入り。 時点で何らかの法令違反を指摘された事業者が298社中250社に上り、そのうち48社が重大、または悪質な法令違反を指摘されていたことが明らかになった。また、各地方運輸局の管内の主要な駅等で2012年7月20日から8月31日にかけて、 貸切りバスの一斉点検を実施したところ、332台中73台に問題があり行政指導を実施した旨が発表された。なお、行政処分を受けた事業者のうちにいが県の王子や観光バスは処分に対し異議申し立てを行ったことを公式サイトで発表している。観光庁、都道府県庁は同年7月、 旅行業者を対象に集中的立ち入り検査を実施、高速ツアーバスを主催する旅行代理店59社中、何らかの法令違反を指摘された会社が28社という結果であった。さらに厚生労働省労働基準局は、同年7月、高速ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対する監督指導を実施し、高速ツアーバスの運行に関わる339。 事業上のうち329事業上に労働基準法違反を確認260事業所に改善基準告示違反が認められた。国土交通省は関越道バス事故等を踏まえ当該事故の緊急対策において引き続き検討すべきとされた運行管理者制度その他の幅広い事項について検討する場として改めてバス事業のあり方検討会を設置。 2012年10月25日から2013年3月29日まで、計6回にわたり、検討を行い、2013年4月2日に結果を報告した。これを受け、国土交通省では、高速、貸切バスの安全、安心回復プランを、立案、委託者、受託者が一体となった安全管理体制を2013年4月以降に構築するとともに、 業界団体を中心とした適正化事業の導入を2013年5月以降に導入し、過労運転防止のための交代運転手の配置基準を路線バスにも2013年8月より適用することとなった。これにより、1日あたりの運転手の走行距離制限が厳格化されたことから、2013年8月からは、日帰りバスツアーでも設定できなくなったコースがあった。 貸し切りバス事業者が高速路線バスの受託運行を行う例バス事業のあり方検討会の報告書並びに関越道での事故を受け2012年7月30日には国土交通省自動車局が高速ツアーバスと従来の高速乗り合いバスを一本化した新高速乗り合いバス制度を定め省令や通達の改正を行った高速貸し切りバスの安全 安心回復プランでも、高速ツアーバスの新高速乗り合いバスへの移行、一本化を2013年7月末までに行うことが明記されており、同日をもって従来の旅行代理店等が主催する募集型企画旅行商品である高速ツアーバスは、乗り合いバス事業者による新高速乗り合いバスへ一本化された。具体的な変更点は以下の通りである。これにより、 過去からツアーバスを主催している旅行代理店が引き続き、同様の事業を継続するには、移行期間の間に営業所、車庫、車両及び運転手等を事故で準備し、一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可を受け、乗り合いバス事業者に業態変更する必要があるとされた。バス停留所の確保は、参入を希望する乗り合いバス事業者の責務ではあるが、場所によっては、 かなりの混乱が予想されることから、国土交通省は2012年11月30日に、高速ツアーバス等の高速乗り合いバスへの移行のための高速バス停留所調整ガイドラインを策定し、大都市の一部の地域の調整に当たることとした。2013年3月1日に、第一回新宿駅周辺高速バス停留所調整協議会、2013年3月25日に、 1> 第1回東京駅八重洲口周辺高速バス、停留所調整協議会を開催した。高速ツアーバス連絡協議会では、協議会内部に停留所対策委員会を設置し、関係各所への訪問に加え、バスターミナルや路上の新設停留所の確保、既存停留所の供用等の調整を開始するとした。同協議会会員各社の新高速乗り合いバス制度移行へ向けた。 取り組み例として旅行会社による貸し切りバス会社の新設がある。オリオンツアーは自社系列のバス事業者として OTB を設立。日本ユース旅行とロイヤルホリデーでは主な運行委託先であるエポック観光が中心となり、日本ユース旅行はジャムジャムエクスプレス、ロイヤルホリデーはロイヤルバスをそれぞれ立ち上げた。この他にも日本案内通信が 竹本茂樹との合弁会社として、サンシャインエクスプレスを設立するなどの例があり、乗り合い事業許可も取得予定とした。また、貸切バス事業者が新車を乗り合いバス仕様で購入した例も紹介された。既存乗り合いバス事業者におけるツアーバスから新高速乗り合いバスへの転換例としては、アルピコ交通の爽やか新集合がある。同便は2012年度までは、 同社の貸切バス部門であるアルピコハイランドバスが運行するツアーバス形式で運行されていたが2013年度の運行分から高速路線バスに転換した高速路線バス事業者の中にも新制度を活用する動きが見られた既存の大手バス事業者であり中央高速バスを主催する京王電鉄バスは2012年12月から 西東京バスアルピコ交通に管理の委託を開始した。また、運賃の変更についても、京王電鉄バスが中央高速バス、新宿甲府線の2枚綴り回数券運賃を期間限定で2000円で発売したのをはじめ、各社が季節運賃の導入を発表するに至った。JR バスでは、西日本 JR バスにおいて格安便を中心に、日本交通や低山観光バスに、 管理の委託を開始した。2019年7月からは JR バス関東が新宿本庄・伊勢崎線の一部便を群馬中央バスに運行委託している。2013年7月30日、国土交通省は新高速乗り合いバス事業を営む49社及び新高速乗り合いバスの受委託を行う30社に対して道路運送法に基づき許認可を行った。 翌7月31日をもって旅行業法に基づく都市間ツアーバスの運行は終了し31日夜出発便から新高速乗り合いバスとしての運行を開始した従来の都市間ツアーバスを運行していた事業者のうち7割は新高速乗り合いバス事業に参入していない当初は運行事業者の減少に伴い路線便数の減少や 運賃の上昇が懸念されたが、大田明弘国土交通大臣は、同年7月30日の記者会見で、2013年8月のピーク期に新高速乗り合いバス大手6社が運行するバスの便数は前年同月比で約3割減少したことを指摘した上で、高速バスを含めた全体の中でツアーバスのシェアは6%程度、その中の3割減少ということと述べた。 カッコ内はツアーバス商品名。柿以外にも多数存在する。新高速のリアイバス制度への移行後に運行休止、廃止された路線も含む。高速ツアーバス同様、貸し切りバスを利用しながら輸送に特化した旅行商品としては、スポーツ観戦やコンサートなどのイベント開催時に、イベント参加者の交通の便を確保する目的で、周辺の都市から輸送する。 イベントツアーバスがある。この場合は、イベントの主催者が提携する旅行代理店を圧旋し、その旅行代理店が、スポット的な募集型企画旅行を主催する形をとる。遠方発着の場合は感染、感激チケットを含んで、バスツアーとして再行されることも多いが、最寄り駅からの交通の便確保のために感染、感激チケットを含まない形態のイベントツアーバスが、 再考される場合もある。なお、イベントツアーバスは、目的となるイベントの参加が、ツアー参加の条件に加えられ、目的外利用が禁じられた。観光地周遊型、北海道リゾートライナー空港や新幹線、停車駅などの交通拠点から、観光地を経由して、主要宿泊地、または、交通拠点へ向かう運行形態。ジャルパックや、 ANA セールスなど航空会社系旅行会社の募集型企画旅行商品の一部として組み込まれる場合もあり、高速ツアーバスとは異なる内容が多い。バスガイドが乗務し、途中観光地での見学時間を設定することなどから、バスツアーの類型の一つとも言えるが、観光地での行動は任意となっており、旅行商品としてはあくまでもバスでの移動のみを提供する。 旅行代理店が主催するため定期観光バスには該当せず単純往復で運行されるものでもない。観光客誘致のために自治体が主導する例もあり、一例として佐賀県武雄市が主導するハウステンボス、武雄州ユーツアーバス、山口県観光連盟が主導するおいでませ山口号などが挙げられる。また、伊藤園、ホテルズ、ゆかいリゾート、 大江戸温泉物語の送迎バスも観光地周遊型に分類される。高速ツアーバスは一般的に募集型企画旅行の参加者への移動サービスを提供するもので、1回しか乗車できないが会費を支払うことで一定期間有効となる会員を募集し、会員はその期間中、高速道路を経営する日天間の移動サービスを一定期間乗り放題とする形態の会員制。 高速バスもあった。主催者が主催するバスに、会員期間中、追加料金を支払うことなく何度でも乗車することが可能で、同じ観光地を何度も訪れる観光利用の促進を図った。このような会員制高速バスの例として、福岡市と平戸市、竹田市など、九州各地の観光地を結ぶヨカロバスや、福岡市と平戸市を結ぶロマン号、 福岡市と山賀市を結ぶ、ヨヘ保護などがあった。ロマン号、ヨヘ保護は、新高速乗り合いバスへの移行前に運行を終了した。ヨカロバスは、乗り合いバス化された後も引き続き会員制を維持したが、2014年に、福岡平戸間の一路線を残して運休した。残った福岡平戸間では2016年に、会員制を終了した。中高便、夜行便ともに、 高速バス用ではなく観光バス用の車両が用いられることが多い。観光バス用車両は座席配置が前後11列もしくは12列、横4列でトイレや洗面台、フットレストやレッグレストなど長距離高速路線バスでは基本装備に挙げられるものは装備しない場合が多い。高速乗り合いバスでは交通バリアフリー法により設置が義務付けられる。 車椅子席も設置義務はなかった。都市間、ツアーバスに特化した貸切事業者の中には、座席を前後10列で横4列、または3列とした車両、横2列配置で個室に近い座席配置とした車両も存在する。また車内設備も、フットレストレックレストトイレ、個別のプライバシーカーテン、本革シートなど、夜行高速乗り合いバスと同等かそれ以上設備を、 備えた車両を導入する事業者もあり、これらについては料金が割高に設定される。ツアーバス事業者の中には、回復観光のように豪華な車内設備を売りとして他社との差別化を図るものも存在した。新高速バス制度施行直前の時期は、新制度への移行を見越し、高速路線バス仕様の車両が各社で導入されていた。桜観光仙台営業所。 仙台駅東口桜ターミナルから出港中の仙台ライナー専用車博多駅畜生口に停車中のツアーバス高速乗り合いバスが旅客運送事業の許可や路線の届け出のために停留所やバスターミナル施設を設置しなければならないのに対し設置義務を逃れていたツアーバスはそのことがコスト低減の一助となっていたしかし基本的にバスターミナルや 乗り合いバス用停留所やターミナルは利用できないため、停車禁止場所以外の路上や駐車場、観光バス乗り場などから発着することが多い。利用の際は事前に集合場所や受付方法を把握することが求められるほか、悪天候時でも屋根のない路上で待たなければならないこともある。ツアーバス自体の台数や道路工事などの状況によっても乗車場所が変わる。新宿駅など、 ツアーバスが多く集結する都心のターミナル駅周辺ではバスターミナルを利用できないツアーバスの路上駐車が状態化して問題となっており中には曲がり角から5メートル以内や横断歩道自転車横断帯とその側端から前後に5メートル以内のように道路交通法違反となる場所で客待ちをしているケースも見られた新高速乗り合いバスへの移行後は 従来からの高速乗り合いバスと旧ツアーバス系事業者が共にバスタ新宿を利用することとなり高速バス新時代を象徴する施設となった蒸気の問題に対応するためツアーバス事業者自身が専用のターミナルやデスクを設置する例もあり桜観光では2008年11月に新設した仙台営業所敷地内に仙台駅東口桜ターミナルを開設した ツアーバス採用手であったウィラートラベルは都心部に独自のバスターミナルを次々と開設した。2010年4月に新宿スミットモビルディング玄関前にウィラーバスターミナル新宿西口を2011年4月に梅田スカイビルイーストタワーにウィラーバスターミナル大阪梅田を開設した。また、 2012年7月には浜松町バスターミナルにインフォメーションカウンターを開設した。国土交通省東北運輸局では2008年に高速バスツアーバスの利用実態調査を行い、その結果を公表している。この調査は仙台駅周辺における関東発着便に限定しての調査だが、ツアーバスのサービスのうち運行頻度、料金、予約、発券 座席の配置等に対する満足度は高速乗り合いバスより高いという分析がされツアーバスのサービスは総じて良好に受け止められていることが明らかになったとしているツアーバス利用者の75%が40歳未満と若年層の利用が多く利用目的も観光、娯楽目的が多いツアーバスを選択した要因としてツアーバス利用者のほぼ全員が 他の交通機関と比較し、料金が安いからという点を挙げた。また、自家用車でのドライブ等から、ツアーバスに移行する旅客も増えたという報道もあった。この報道では、楽天バスサービス関係者の話として、ガソリン代行騰の影響で、割高感のある、マイカー旅行に比べ、ツアーバスの格安さに注目が集まっているのでは、ないかとの分析を行っている。 2000年と2002年に道路運送法が改正され、バス事業の規制緩和が行われたことにより、貸切バス事業へ参入する会社が急増した。これにより貸切バス事業者間で過藤競争状態が生まれ、貸切バス運賃の値下げを希望する旅行代理店と、運賃を値下げしてでも稼働率を上げたいという貸切バス事業者の思惑も相まってダンピングが進行し、 運賃の低下が急速に進んだ。加えて、貸し切りバス事業者が燃料費高騰などに伴う運行経費抑制と運転手不足から運転手一人当たりの稼働率を上げる方策をとり、結果的に運転手の過労運転が問題となった。ツアーバス運転手の過労運転が原因とされる事故としては、スイタスキーバス事故、関越自動車道高速バス居眠り運転事故などの例がある。 法令によりローム管理がなされている高速路線バスに比べて高速ツアーバスは安全面に問題があると指摘された。これについては監督官庁である国土交通省が追加ス,スキーバス事故を受ける形で省内に貸切バスに関する安全等対策検討会を設置し2007年6月6日から同年10月15日まで検討会を開催。 同年10月に報告をまとめた。これを受け、2007年12月14日に通達、貸し切りバスにおける交代運転者の座席の確保等の安全確保の徹底日本旅行業協会、全国旅行業協会等宛て通知により、交代運転者が車内で体を伸ばして休息できる設備の確保を徹底させるとともに、2008年6月2日には、 旅客自動車運送事業運輸規則を改正し、着地における乗務員の睡眠施設等の確保義務を明確化した。また、長距離運行に係る安全面への対応としては、2008年には国土交通省から一般貸し切り旅客自動車運送事業に係る乗務距離による交代運転者の配置に関する思考的指針が示され、運転者の1日の最大走行距離は、 勤務時間等基準告示で定められた2日を平均した1日あたりの運転時間の上限の運行距離に相当する6 7 0トルとされた。ただしこの指針には拘束力がなく違反した場合の罰則規定もない。ただしこれらの指導はツアーバスを主催する旅行代理店に対する指導ではなく運行に携わる。 貸し切りバス事業者に対するものが中心であったことから行政による指導監督としては不十分という結果となり2010年の総務省による行政指導をさらには高速バスとツアーバスの一本化に向けた動きとして新高速乗り合いバス制度の発足につながることとなる右が京急観光バスの高速路線バス左がウィラートラベルのツアーバスツアーバスと 高速乗り合いバスは運行形態は異なるもののバスによる都市間の移動手段という意味では共通することから競合するケースが増加した。ただし高速乗り合いバス運行とツアーバス再行の両方を行うバス事業者や既存の高速路線バスを廃止して同一区間を走行するツアーバスに転換する会社もある。三電交通は下関東京間の福福。 東京号運行終了後、オリオンツアー及びハーベストホールディングスから下関、東京便の運行を受託。その後は、卓脚機に自社運行ツアーバス、サンデンライナーを再行した。また、南部バスは、シリウス号の共同運行から撤退後、ウィラートラベルとの提携により、同線に重当していた車両を用いて、八戸東京便のツアーバスの運行を受託していた。その他、 地元では、路線バス事業を営みながらも、自社、または、系列の旅行代理店が主催する、ツアーバスの運行を一手に担う形で、都市間輸送へ、実質的に進出している、中小バス事業者もある。また、運行開始の手続きが簡便なことから、ツアーバス形式で、需要調査を兼ねた運行を行った上で、高速乗り合いバスに移行するケース、路線バス運行の認可前にツアーバス形式で、 運行を開始する例も見られる。ツアーバスの最高区間では、既存の高速乗り合いバスが厳しい競争にさらされる例が多い。中でも首都圏京阪神間は、競争が激しく、JR バスの青春ドリーム号、近鉄バス系のカジュアルチンクル号、フライングスニーカー号、京成バスの京都号など、ツアーバスと同程度の低運賃を打ち出し対抗する事例も見られた。 その一方、JR バスのプレミアムドリーム号のような高級志向のサービスを打ち出し、廉価主義のツアーバスとの住み分けを模索する動きもあるが、大型シートを設置した高価格帯のツアーバスが現れるなど、競争の回避は難しくなった。ツアーバスの台頭が高速乗り合いバスの廃止や統合などにつながるケースも多い。地方の乗り合いバス事業者には、 生活交通路線の慢性的赤字を高速バスの収益で補填することで経営を維持しているケースも多く、高速バス部門の減収が地域の生活を支える一般路線バスの削減、廃止につながった例もある。日経スペシャルガイアの夜明け台268回、街からバスが消える規制緩和で揺らぐ地域の足では、JR バス東北が ツアーバス隊等による高速乗り合いバスの減収で生活交通路線を廃止せざるを得なくなった現状が紹介されている。また、西鉄バスは路線バス事業の赤字を高速バス事業と鉄道事業で補填していたが、雇用減少による通勤客の減少と高速道路無料化の社会実験により赤字拡大と高速バス収入が伸び悩み2009年度から 不採算路線の減便、廃止、営業所の倒廃合、従業員の解雇などが行われた。バス事業の規制緩和により誕生したツアーバスであるが、一方で厳しい規制を強いられていた高速乗り合いバス事業者側からは、早い段階から批判があった。両ソ内ホールディングス社長の小島光信は、ツアーバスについて、 路線バス事業まがいの事業を法の不備をつかれて認めてしまったと批判しているほか、2012年発行の著書日本一のローカル線を作るにおいても同じ路線事業行為を行って一方は規制されてコストコを免れず、他方はフリーハンドで経営できるというアンフェアな競争状態と批判した。いかに高速ツアーバスと高速乗り合いバスの主要な相違点を示す。 ただし、路線、運行事業者、主催者により取り扱いが異なる場合がある。ここでは、類似した移動商品としての比較のみを例示し、債務不履行の際の保証措置など、直接的な比較に関係ない項目は割愛した。ありがとうございます。